けどワンチャンいけるかもね。いや確認だけ。お待たせしました。お待たせしてすみません。いえいえ全然待ってないでしょ。大丈夫ですよ。精神的な疲労みたいな、まあ、疲労っていうわけじゃないんですけど、ちょっと考えてることがありまして、はいはい、まあ、自分の考えをより、うん、まあ、まとめるためにもルーファーさんに話を聞いていただこうかなと。まあ、今モズの、うん、この先を考えてまして、うんうんうん、まあ、今モズって、まあ、俺は結構なんて言うんでしょうね、あの年末の時からあまり変われてないというか、はいはいはい、確かに成長してる部分はありますけれど、うん、やっぱりこの今回の構想も経て、うん、まだ厳しいなって思う部分がありまして、うんうん、まあ、っていうのも、うん、みんながどこまでボス、うん、こうモズをどうしたいのかっていうのによると思うんですよね。うん、そうですね。俺はモズにはやっぱりこうモズバンさんにはどしっと構えてもらいたい。うん、来るなら来いみたいな。うんうん、やるならやってやる徹底的にみたいな感じの、うん、なんて言うんでしょうね。まあギャングとしてこう。はい、堂々としてほしいっていう思いがあったりとかもあって、やっぱりモズをこう他の組織に舐められたくない。はいはいはい、まあメンツがねありますからね、はい、で、まあ、この間のアンブレラとの一件で、はい、結構アンブレラからこうモズが舐められてるような、ウエスカーさんからバンさんにかけてる言葉が、うん、まあ、結構モズをこう、うん、舐めてるような、はい、まあ、軽視してるような発言。アンブレラの一件っていうのはあれですよね、もうアンブレラと合同しないっていう風な結論になった件のお話ですよね。そうですね、脇大喜利の日に、はいはいはい、そうですね、アンブレラの脇尾さんが、はいはいはい、バンさんの名前をもじったネタを披露して、それにバンさんがこう怒って、はいはいはい、舐めてんのかと、ね、うん、詰め寄ってで、こう金を要求したのに対してエスカーさんがノーって言って、うんうんうん、っていう、なんかそこからこう燃え広がったみたいな感じですね。はいはいはい、伺ってます。はい、でその件もまあモーズを軽視してるからこそ出た言葉だと、起きたことだという、まあそれもまああるあるんですけど、うんうん、そのエスカーさん、まあ具体的な話で言うと、はい、エスカーさんがワンさんに向かってその、うん、30億こうチンチ遊びでやったチンチロでこう取り返して、はい、ワンさんに対して取り返してやった30億を返せみたいなのを、うん、こう言ったんですけど、はい、でワンさんがそれでじゃあ返しますよって返したんだけど、うん、返したんですけど、うん、かわいそうだからやっぱり30億ワンさんに返してあげましょうかみたいな、はあはあ、言ったんですよ、うん、なんかかわいそうだからみたいな、うん、情けでみたいな、うん、なんかモズにはこれを取り返す力はないからみたいな感じに言ってるように俺は聞こえたんですね、うんうんうん、やっぱりそれがちょっとこう俺的には納得いかないというか、うんうん、舐められてるなと、はいはい、俺の会ってほしいモズに今慣れてない
っていう風に他から見たモズがそうなってるなって思ったんです、うんうん、やっぱりそれじゃいけないなって思ってて、うんうん、じゃあどうするかって言ったら、多分バンさんがそこでこう強気に出れなかったのって、うん、俺たちの力不足が大きかったと思うんです。なるほど。その部下たち俺たちがその場でもやり合えるってバンさんに思わせれなかったから、うん、バンさんが俺たちを守ろうとしたから30億をそのまま払ってしまったんだと、うん、俺たちが戦うより守るべき他国に置いた方がいいっていうふうに思わせてしまったことがやっぱり良くなかったんだと、うん、なるほど。ああ俺たちに必要なのなんだろうって考えたときに、うん、戦う覚悟だと思うんですよ、うん、ここで、うん、戦い続ける覚悟だと思うんです、うん、で今の構想終わった状態でみんなの雰囲気見てるとなんかもう構想楽しかったねーで終わってる気がするんですよ。なるほど。なんかここをこうした方もっとこうしよう、構想でこうだったからとミッションでこうしてみようみたいな、うんうん、そういうのがあまり見られなくて、うん、あくまでも俺の主観です、はいはい、しかしたらここでそういう反省点を取り入れてやってるのかもしれませんけども、うんうん、でも今の現状のモズからはなんか危機感が感じられない、うんうん、俺はもっと危機感を持つべきだと思ってて、うんうん、その理由の一つにこのもうすぐ2週間後くらいですかね、はい、あるギャングの島リセットがあるじゃないですか。はいはいはい。俺はそこが一番の山場だと思ってるんです。うん。今まで最大の島を持ってるギャング、はい、モズっていう肩書きが消えてしまう可能性がある。うん。俺やっぱりモズには島を一番多く持っててほしいし、うん。それを奪いに来るなら奪いに来てろ、来てみろみたいな、うん、スタンスで行ってほしいというか、うん、そういうギャングで行ってほしいから、うん、ここで島をなくなって取り返せず、まあ、北が残ったから、まあ、まあ徐々に取り返していこっかみたいな、そういうなーなーで済ませたくないんです。うんうんうん。君とさんからは結構なんか今日ユニオンが終わった後の反省会とかで、うん、危機感みたいなのが結構感じられて、うん、他のみんなからは特に P3 は結構思ってたのが、なんかちょっと最近様子が変わったというか、はい、なんかこう顔つきが変わったように感じてるんですけど、はい、その2人ぐらいですね。その2人ぐらいが今回の構想を経て顔つきが変わったというか覚悟が決まったように感じて、竹森くんはね、構想でというよりかはそのアンブレラとの一件でおそらく体の中で考え方とかが変わったんだと思います、うん、そういうような話をしてました彼が、うん、直接的なことは言ってませんけど、まあ悔しいというようなことをねおっしゃってたので、まあ、おそらくそこからかなと思います。はい、まあ、一番悔しいのはボスだと思うんです。まあそうですね。でやっぱりそのボスを支えるのが部下の役目だから、うん、なんかバンさんにこう、うん、なんて言うんでしょうね、俺たちが枷になってほしくない、うん、バンさんにとって、うん、もうあそこでムカついたならバンさんにそのままウェスカーさんを打ってほしいぐらい、うん、打ちたいなら打ってほしいぐらい、そのサポート俺たちがしますよって言いたいぐらい、うんうん、バンさんには好きに衝動のままに、うん、暴れてほしいんですよね。すごくいい考え方だと思います。というか、はい、まあ、そうあるべきだと私も思います。はい、うん、ただその私もバンダーマーではないので全ては分かりませんけど、はい、その、はい、まああなた方を守ったというのはその解釈は間違ってないと思うんですけど、それはあなた方が弱いから頼りないからではないと思います。私先日、まあ、ちょっと前ですけど、まあ、
ダーマー様とお話をさせてもらった際に、はい、少しねこう彼の中の心境の変化ではないですけど、なんと言いますか、まあそのようなことを感じたんですね私は。もしかしたらそのあなた方が頼りないとかではなく、本当に純粋な気持ちでその守りたいという気持ちが強かったのではないかなって私は思うんですよ。もちろんそれにかまけて下の者我々がその鍛錬をサボるじゃないですけど、そういうことを怠る理由にはならないですから、もちろんならないですけど、そのあなた方が頼りなかったからではないっていうのは私はあなたに言っておきますね。はい、うん、まあ親として親鳥としてひな鳥を守ったんだと思います。彼はまあらしくないと思うかもしれませんけど、でそこに、はい、なんていうんですかね、そのあなたのように危機感を持つか持たないかというのはやはり私は持った方がいいと思いますので、もちろん、はい、うん、それはそうですね、私も同感です。みんながこの先戦い続けたいのかな、どうなのかなっていうところが結構分かんなくなってて、もしかしたら俺が見えてないだけでみんなが本当は悔しい、絶対島を勝ち取ってやるみたいな気持ちを持ってるかもしれないし、そうじゃないかもしれない。今の俺の目線だとそうは見えてなくて、どうにかこうボズのみんな、こうなんかワンさんに頼りきりじゃなくて自分たちで、こうもうやってやるみたいな、もっとギャンギャンしてもいいのかなって、でもそのためにはどうしたらいいのか分かんないです。ワンさんにちょっと直接相談する前に、こうやってルーファスさんとかキミトスさんとお話しして、まあ、自分の考えをまとめようと思った次第なんですけど、どうしたらモズは、危機感を持つんでしょうか。そうですね、危機感を持つ、まあ、特効薬はバンダーマーという存在がいなくなることなんでしょうけど、まあ、一時的にでも、まあ、そういうわけにもいかないので、そうですねまあ危機感、どれほどの思いをみんなが抱いているかによりますね、正直。ちょっとでもそれはモズに対して、ね、危機感という言い方よりかは自分は成長したいっていう人もいるかもしれないですし、モズの役に立ちたい、まあ、ちょっと危機感とは違う気がするんですね、それは。まあ、その島のリセットっていうのが肝になるというか、そこがまあ分岐点になるというのは私もそう思いますし、そこに対しての迅平様の思いというのは発信すべきだと思うんですね、はい、私は。
どうしたら危機感を持って、もう説明するしかないんですかね、そういう思うと。正直俺はもうここで、ここが本当にターニングポイントだと思ってて、分岐点、ここで折れてしまうなら多分モズとしてギャングやっていくの厳しいのかもしれないなんて考えてしまうぐらいには俺は、ここが正念場だと思ってます。そうですね。だって今までここの黒い部分が全部なくなるんすよ。まあ、どこ、要はその一番この町で一番島を多く持ってるギャングだぞというふうにはもう言えなくなるわけですから。もう言えなくなるし、取れなかった時がなんか、なんか俺は嫌ですね。いや、私も嫌ですよ。なんかそれを許容するのもできない、嫌だし。もし、なんか、俺は何度倒れようとも、島を取りに行きたいと思ってます。それでいいと思います。私もその思いが大事だと思ってる。実際どうなるか分かりませんよ、その、仮にですけど、島が一個も取れなかった、仮にそうなっても結局のところ気持ちの問題だと思うので、気持ちだったりとかそれまでの過程、まあ確かに結果は大事ですけども、例えば別にこのままでもいい、島が一個も取れなくてもいいやっていう思いでそうなったら、もうだって話にならないじゃないですか、そもそも。ならないです。でも、モズのためにとか、島一個でも取るぞっていう思いで挑んで結果、まあ取れなかったってならまだ可能性はあるでしょ、モズとしての。だからそこが私は大事だと思ってるので、そうですね、だから島リセットに向けて、島リセットへのその準備、どう思ってるのか、そのこのままだとまずいんじゃないのかっていう話を、まあ私はしてもいいと思いますし、私はそろそろ個人面談を始めようと思ってたので、また、まあそのどう考えてるのか、その島のリセットとかでどう思ってる、どう考えてるっていうのは、頭2週間後か、4月の頭ですね。そう思うと、そうですね、例えばですけど、今モズの島をアンブレラが取りに来たら俺たちは絶対に勝てないです。それほどアンブレラは強かったわけですか。強かったですし、俺たちの連動不足がすごく目立ちました。まあ俺も、もちろん俺も含めて、だからこそこのままじゃまずいってずっと感じてて、その放送以来、どうしたらいいかなって考えてるんですけど、今ね、まあ、モズの内容じゃないですけど、私から見ててですけど、なんというんですかね、こう気持ちというか、なんだろうな、まあ、ちょっとバラバラな感じは確かにするんですよ。なんか前に甚平様に言った、目的地が同じであれば違う方法でいいじゃないですかみたいな話をしたと思うんですけど、
はい、そもそも目的地が違うようにも見える感じですかね、どちらかというと。私そうなんですよ、目的地が同じように今見えてないです。うん、なので、まあ、そこが問題なのかなとも思いますし、うん、目的地もそうですし、まあ、電車で行ってしまえばその新幹線とか快速とか、うん、なんか全部の駅、全部の電車が止まる駅とかあるじゃないですか、うんうん、ああいう駅、ね、とかね、はい、鈍行とかの全ての種類の電車が止まる駅が、うん、今この構想と締まりセットだと思うんです、うんうんうん、全員がここで意識を統一させなきゃいけない、気持ちを一つにしなきゃいけない、うん、じゃないとこの先目的地にいつまで経ってもたどり着けない、うん、アンダーマンは支えられない。そうですね、うーん、あなたはかなりストイックな方ですから、自身にももちろんそうですし、まあ、てかご自身にすごいストイックな厳しい方だと思ってるんですけど、恐縮です。おそらく意識の違い、思ってることは皆さん一緒なはずなんですよ、モズのためにっていう。だからどうしたらいいかわからないっていう鳥が多いのかな。うん、ですからあなたのようにここがターニングポイントだ、今のままではまずいというような、なんだろう、考え方を、まあ、全員ができるわけではないので、できなくてもそれをするべきだと思う。そう、そうそう、できないからそのそこにたどり着かない、教えてあげるしかないんでしょ。だからどうすれば伝わるでしょうか。言葉にして伝えるしかないですね、それは。こう迷っているのが、まあ、はいはい、まあ、バンさんの口から言えば多分みんなはいとはなると思うんですよ、うん、でもなんかそこのはいっていうのはみんなが納得し、なんか考えた上でのはいじゃなくて、うん、バンさんが言うから、ボスが言うからみたいなところがなんかすごく強く、うん、今のモズにはあると思ってて。わかりますよ。じゃあなんでボスはこう言ってるのか、なんでボスはこうしたいのかとか、そこまでに至ってない、うん、至れてない、うん、盲目的になってしまっている、うん、なんかすごく大きな問題になってると思ってて、うん、バンさんが頼りになりすぎてしまうから、うん、みんなそれに寄りかかってしまう、うん、ドリギが大きすぎるから。そうですね、でもそれじゃダメなんです。ダメですね。ダーマー様に私とあなたから進言しますか。許可を得て私たちからお話しますか。皆さんに期待とは思ってます、うん、ただバンさんが今どういう風に考えてるのかも知っておきたいなって思ってて、うん、それを聞いてその上で俺はこの考えをバンさんにももし持ってなかったとしたら、なんだろう、うん、もっとな言い方難しいんですけど、うん、ボスにも同じ思いであってほしいっていう
まあ、俺のわがままがあります。うん、同じ思いというのは、思いというか今のモズじゃまずいというか、うん、この島を取られるのではなく取りに行くっていう気持ちになってほしい。うん、昔のモズはなんかすごく好戦的だったみたいな話を聞いたことがありまして、うん、俺はバンさんが絶対その牙は抜けてないと思うから、うん、でも俺たちがそれを枷になってしまっているならそれを取り除くべきだし、難しいですね。難しいですね、陣平様。難しいですよね。昔攻撃的だった、まあ、牙を持っていた、尖らせていた男がこの町で、もちろん私も牙をなくしたとは思いませんよ。はい、でも牙の使い方がもしかしたら変わってるかもしれないから、まあ本人に聞かなきゃわからないです、これは。そうですね、はい。陣平様が理想としているバンダーマーという男の像がもしかしたら昔と今じゃ変わってるかもしれない、はい、それを受け入れることができるかどうかじゃないですか、あなたが。そうですね、もしそれであなたの中でいやそうじゃない、それはバンダーマーではない、これはモズではないとなったらあなたどうするつもりなんです。どうでしょう、ここまでが考えれてないんですよね。うん、まあ、正直一人ででも島を取りに行くぐらいですね、うん、なるほど。たとえ誰も島を取りに行かなかったとしても、うん、俺にも譲れないものがありますから。うん、なるほど。じゃあやはり私も付き添いますから、バンダーマーとあなたで、まあ私と3人でお話しする機会あった方がいいですね、これはね。私もあなたの気持ちは賛同する部分と共感する部分はあったので。ありがとうございます。うん、そのそれをまあダーマ様にお話しして進言して、まあ、ダーマ様がどういうふうにおっしゃるか、それを聞いた上でどうするか決めますか。はい、はい、それでよろしいです。ああ、そうですね、それしか今はできないと思ってます。そうですね、正直、はい、うん、まああなたもね器用なように見て不器用なとこありますからねちょっとホットミルクティーを差し上げます、あなたには。 ありがとうございます。糖分を取ってください、糖分。ついちょっとこういうこと考えてると、うん、硬くなっちゃうんですよね、頭が。まあ、あるあるですね。あるあるですか。ええ、でもあなた視野が広いはずですから、そもそも。正直今自分が視野が広いかどうかは分かんないですね。まあ本来は広いからです。はい、私もあなたと喋るの久しぶりですし、あなたの最近の行動をよく知らないので何ともですがでも私はあなたが視野が広いのは知ってます。